破壊力学、破壊力学、和解力学、英語、フラクチャーマッカニックスは、材料力学をベースとしながらもそれで、カバーできない分野に考え出された工学の一分野であり、血管もしくは亀裂を有する部材、材料について、破壊現象を定量的に取り扱う、工学的手法の一つである。亀裂は、極律半径例の切り欠きであり、その部位の応力集中係数を、 従来の材料力学的手法で取り扱うと、無限大となる混乱が生じていた。これに対する回答をグリフィスや、アーウィムラが見出しこの分野が確立した。破壊力学では、血管、亀裂部位の形状、応力、歪みの状態などを単純なパラメータに落とし込み、比較的容易に取り扱うことができる。材料力学を常用することで解決する分野でなく、 破壊問題が深刻な最先端領域で多用される。物体の形状や血管、亀裂の形態、寸法、荷重条件が異なっていても、材料、パラメータの値が同一であれば、ある部位で破壊現象が起きた場合に、別の部位でも同様の破壊現象が起きると予測できる。破壊力学のパラメータは、目的や適用範囲に応じて、複数提案されている。 破壊力学は第一次世界大戦中にイギリスの航空エンジニアがモロ製材料の破損を説明するために発展させた。グリフィスの仕事は次の二つの矛盾した事実に動機づけられたものだった。これらの競合する観測結果の帳尻を合わせる理論が求められていたのである。また、グリフィス自身が行ったガラスファイバーの実験から破壊するために必要な応力は ファイバーの直径が減少するほど大きくなることが示唆された。グリフィスの登場以前は一軸引っ張り強度が広範囲に材料の破壊を予測するために使われていたが、これは資料に依存しない材料特性としては使えなかった。グリフィスは実験で観測された理論上の予測値より低い破壊強度と大きさに依存した。 破壊強度はバルク材料のミクロスケールの亀裂によるものだと提案した。この亀裂によるという仮説を検証するため、グリフィスは彼の実験のグラス資料に人工的な亀裂を導入した。この人工的な亀裂は資料表面の他の亀裂に比べて非常に大きいものとした。彼の実験によると亀裂の長さフォーミュラ1の事情値と破断応力フォーミュラには ほぼ一定で次の式で表される。線形弾性理論の観点からのこの関係の説明には問題がある。線形弾性理論によると、線形弾性体材料の尖った亀裂の先端における応力は無限大になることが予測されるのである。この問題を避けるため、グリフィスは熱力学的アプローチを構築し、彼の観測した関係の説明した。 亀裂の成長には新しい二つの表面の生成、すなわち表面エネルギーの増大が要求される。グリフィスは男性太平板の有限の亀裂の男性の問題を解くことで表面エネルギーを用いた定数フォーミュラ4の表現を発見した。そのアプローチは端的にはこのような手続きによってグリフィスは次の関係を見出した。ここでフォーミュラ6は 材料のヤング率で、フォーミュラ7は材料の表面エネルギー密度である。フォーミュラ8、フォーミュラ9と仮定すると、グリフィスのガラスにおける実験により予測された破壊応力とよく一致する。グリフィスの仕事は1950年代前半まで、航空エンジニアのコミュニティから全く相手にされなかった。その理由は、実際の構造材料で破壊が起こるのに必要な、 エネルギーの規模は発生した表面エネルギーよりも何オーダーの規模も大きいということと構造材料の亀裂先端周辺で常にある程度起こっている非弾性変形が亀裂先端で無限の応力を伴う線形弾性材料の過程をめて非現実的なものにしていることであるようだ。グリフィスの理論はガラスのような諸性材料の実験データと良い位置をもたらした。 鋼のような遠征材料については、フォーミュラ10の関係は維持されるものの、グリフィスの理論によって予測した、表面エネルギーフォーミュラ7は、大抵の場合、非現実的に高くなってしまう。のの作業グループは、第二次世界大戦の間に蘇生が、遠征材料の破壊において間違いなく重要な役割を果たしているということに気がついた。遠征材料では、亀裂の先端で、 蘇生領域が発達する。加えられた荷重が増加するに従って、その蘇生領域は、亀裂が成長し、亀裂奥の材料にかかる荷重を緩和するまで大きくなる。亀裂先端付近の、この蘇生の荷重の増減の繰り返しが、エネルギーの散逸を引き起こし、熱を発生させる。故に、グリフィスが、モロ製材料に対して考案した、エネルギーバランスの関係に散逸光を加える。 必要がある。物理の言い方をすれば、モロ製材料と比較すると、塩星材料における、亀裂の成長には追加のエネルギーが必要であるということである。アーウィンの戦略はエネルギーを二つに分けることであった。すると、全員エネルギーは次のようになる。ここで、フォーミュラ7は表面エネルギーで、フォーミュラ14は亀裂成長の面積あたり蘇生三一である。 ガラスのような諸製材料においては、表面エネルギー項が卓越するので、フォーミュラ15となる。鋼のような塩製材料においては、素性酸一が卓越して、フォーミュラ16となる。温度がガラス点移転に近い項分子においては、中間的な値フォーミュラ17となる。アーウィンとその同僚による、もう一つの重要な業績は、破壊に、 有効なエネルギーの量を線形断性個体の亀裂先端周辺の全筋による応力と変異上で計算する方法を発見したことである。亀裂先端周辺の応力の全筋表現は、である。ここで、フォーミュラ19は、フォーミュラ20は、亀裂先端からの距離、フォーミュラ21は、亀裂面に沿った角度、そしてフォーミュラ22は亀裂の形状を及び、 荷重状態に依存する関数である。アーウィンは、フォーミュラ23を、応力拡大係数と呼んだ。フォーミュラ22は無次元なので、応力拡大係数は、フォーミュラ25の単位を持つ。を使う場合にも、同様の全勤応力が得られる。亀裂先端部の応力の度合いを表すパラメータが、応力拡大係数計であり、亀裂の入っている周辺の平均的な応力と、 亀裂の長さの位置、事情を掛け合わせたものと比例し、亀裂の進展の駆動力とするものである。線形断性理論に基づいており、長い亀裂が入った急激な破損で見られるような、亀裂に対し亀裂先端の祖先域が、十分小さい領域での解析に有用であり、それは高強度材においては、それが小さな亀裂で起こることになる。一般式を以下に示す。 フォーミュラ26、幸福応力が低く破壊人生値が高い材料では、亀裂部の蘇生領域が大きくなるため、応力拡大係数を適用できない。また、材料力学における応力集中係数とは字面が似ているが別物である。フォーミュラ27を材料が持つ亀裂に対する、新典提高値、正式には、破壊人生値とし、次の条件で、もろ性 急速破壊が発生する。フォーミュララ28。ここで K は、材料の破壊人生値で、AST 無規格の、いわゆるコンパクトテンション、CT 試験編や3点曲げ試験などで測定される。アーウィンは、亀裂先端の蘇生領域は亀裂の大きさに比べて、小さければ亀裂が成長するために必要なエネルギーは、亀裂先端の応力にそれほど、 致命的には依存しないということを初めて観測した。還元すれば、純粋な断性力学による解で破壊に有効なエネルギー量を求めるために使えるということだ。亀裂成長によるエネルギー放出率、または、は、亀裂成長の面積あたりの断性歪みエネルギーとして求められる。すなわち、ここでフォーミュラ30は、K の断性エネルギー。 フォーミュラ1は、亀裂長さである。過重フォーミュラ32、または変異フォーミュラ33は、蒸気の計算をする際には、定数とする。アーウィンは、面内開口型において歪みエネルギー放出率と、応力拡大係数の関係を次のように示した。ここで、フォーミュラ6はヤング率、フォーミュラ36は、ポアソン比、フォーミュラ37はモードアイにおける応力、 拡大係数である。また、アーウィンは、線形断生体の平面の亀裂による歪みエネルギー、放出率は、最も一般的な荷重条件において、モード I、面内線段形及び面外線段形のそれぞれの、大拡大係数により表されるとした。次に、アーウィンは、モロ性破壊の間エネルギー三一領域の大きさと、形状は、 近似的に一定であるとの追加の過程を採用した。この過程は、亀裂表面を生成するために必要なエネルギーは、材料の素材のみに依存して一定であるということを、示唆している。この新たな材料の物性値は、破壊人生、と名付けられ、フォーミュラ38と表記される。今日において、平面歪みの条件下で求められた、臨海応力拡大係数フォーミュラ39は、 線形弾性破壊力学を決定づける値として受け入れられている。英語名、クラックチップオープニングディスプレイスメントの頭文字をとってクテッととも、亀裂先端部が蘇生変形するとき、先端部は開口する。その開口幅、デルタを亀裂の応力、歪みを表す破壊力学パラメータとして使用でき、現在応力拡大係数をその場で測定可能にしている概念である。 デルタについても、応力拡大係数計の場合と同じように、モロ性破壊の限界値をデルタを測定することができる。日本では、日本溶接協会規格 S1108 による規定がある。ベースとしては、ルネサンス期より多用された、応力設計、材料力学の限界により始まった。19世紀あたりから鉄鋼が増産され、それにより、 車両機械などが発明されたことによる振動や構造物は巨大化していったその中で二十世紀に入り次々と応力設計の問題点が浮上してきた。構造物が諸性破壊により損傷することは十九世紀には広く知られていた。当時は大きな構造物はリベット、継手で接合されていたため構造物全体が損傷することは稀であった。しかし、 20世紀中頃から溶接構造が広く使われるようになり、一箇所で発生した亀裂が溶接部を通り構造物全体に波及する事故が多発するようになった。モ諸星破壊について最初に研究したのはイギリスの科学者である。第二次世界大戦下で米国が建造していたリバティ船が多数モ諸星破壊で損傷したことにより、 グリフィスのモロ製破壊の研究は脚光を浴びた、グリフィス理論参照。当初はガラスなどのモロ製材料についての理論で、あったが、後に鉱材などにも適用が拡大されていった。応用面でも、モロ製破壊にとどまらず、疲労亀裂の進展評価、腐食下での血管の寿命評価など、破壊現象全般を、その適用対象としていった。さらにこの分野の確率に決定的であったのは G。 R. ア,アーウィンの応力拡大係数の導出であり、これによりエネルギー理論から応力理論への橋渡しが完成し、S.P. ティモシェンカが確立していた材料力学との接続が可能になったので、この学問分野は破壊力学の名称が与えられた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。